どう最近忙しかった？いや忙しくもないけどね、まあ、忙しい時期ではあるけどね、やっぱり3月 の、 その、まあ、ちょっと特番が入ったりとか、だからちょうど昨日サンデージャポンがアナウンサーが、うん、あ 変わった変わったんですよ、うんうんうん、で今まで山本アナっていう女子ですけどもね、うんうん、そういうアナウンサーがいて、それが今度また別のアナウンサーになるっつうんで、昨日ちょうどあの番組のエンディングで結婚も発表して、あ、うん、で卒業です、うんうん、ちょっと涙の、はいはい、演出あんじゃないそういうのさ、うん、俺得意だからそういう演出嘘つけや一番ぶち壊すじゃねえか涙の演出が得意だから、で、まあ、要はその前の週にあの来週で最後ですって発表したの、うんうん、でその時俺はそのあの山本さんっていうのは踊りが得意なのね、チアガールやってた学生時代に、うんうん、だからあじゃあ来週は踊ってもらいましょうなんつってさ、うん、冗談で言ってたんだよ、うんうん、でいろいろ打ち合わせしたら、うん、最後実は彼あの旦那さんから、うん、あの手紙をもらったんで、最後太田さんに手紙をあの隠しで持ってってもらって、うんうんうん、読んでもらえますからみたいな、うん、あそういうことねっつって言ってて、うん、すっかりさもう衣装もさなんかさウェディングドレスみたいなさ、うん、ちょっともう白いさこうまだ気が早いだろお前見てる来てて、うん、でいろいろじゃあどんな結婚生活したいですかとか、うん、パネラーから質問が来る中でその彼氏はどんな人なんですかって言ったら、うんうん、実はその彼氏からなるほどお手紙をっていうね、そういう流れだったわけよ、うんうん、で俺は自分 の、 あの机の上にその彼氏の手紙をさ、うんうん、ちょっとこうこっそり置いといて、うんうん、でいつそれが来たら読むようにっていう用意してたんだけど、田中がさ、うん、とにかくさあの一切その流れをさあの全然把握してるはずなんで打ち合わせしてんだから何度も、うん、でこっちにもう田中向けのカンペだよ、はいはいね、彼氏はどんな人なんですかっていうカンペずっと前から出てんだよ、でも田中がさベンツのってのは彼氏がね、うん、それはいくらで買ったのとかの余計な質問ばっかりするわけで、残り時間も結構押してきてて、残り時間もう押せませんみたいなカンペも出てるわけ、はいはい、でさでしまいにはさあいつアドリブでさ、じゃあここであの踊ってもらいましょうかとか言い出して、それはね先週俺が、はいはい、ギャグで言ったのを1週間経ってあこれ踊れない流れだなってなったわけ、うん、それなのに田中がさじゃあちょっともうその場本当にその場で思いつきでじゃあ踊ってもらいましょうかってなったわけ、うんうん、山本も山本さえ踊るんですかみたいな話になるわよ、だってほらやっぱりダンスが上手いからなんですよ、田中もさ誰もそうなるとさもうあのパネラーもスタッフもさもうあいつが暴れ出すと誰も止められない感じなのそんなスタンハンセン的なとこあったっけ、そうなんだよ始まっちゃったみたいな感じなんだよ、踊って踊ってなんて言ってで山本は山本でハイヒール履いてるからで激しい踊りだからハイヒール履いてると踊れないわけよ、まあね、え踊るんですか、うん、とか言いながらちょっとハイヒールあの脱ごうとしたらさ、うん、何ハイヒールまで脱ぐのみたいなさ、うん、田中お前が言ったのにお前が追い込んでたそんなに本格的に踊るのみたいな感じで言うわけ、うん、いやじいでも一応ハイヒール脱がないとって、うん、彼女ウェディングドレスみたいなの着てんのにかわいそうにハイヒール脱がされてさ、うん、裸足になってさえどうやって踊りますよ、音楽も何もないんだよ、うん、で田中さん早く踊ってよオーディションかよお前の踊ってほらほら踊り得意でしょ踊ってよって言って踊れるわけないじゃんそんな無音の中で、で俺しょうがないからかわいそうだと思ったからさ、じゃあバタフライ今日は今までのせあの結婚のね例の俺のまあ得意18番だ、いやあそうだったお箱なのかよあれお箱をさやってあのそれで踊ればいいやと思ってでたけしさんの声でバタフライを歌い出したんだよ、ね、そしたらさ田中がさお前のギャグはいいんだよみたいな俺を止めてお前そんなんで踊れるわけないだろはい踊っていや無音の方が踊れないまだ、ね、そしたら田中がさじゃあしょうがないなはいはいはいいやもう蜷川幸雄的な気分なんだろうはいはいはいしょうがないからパネラーをみんなではい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 
はいはい、これからくるって回ろうとしたとか、はいもう OK、 はいありがとうございましたみたいなさ、やりたい放題だな、ひどいんだよあいつ、おかわいそうだった、最後それでしょうがないから俺が、で彼氏はどういう人なんだよもう無理やり自分で持ってんで、俺が自分で持ってきて、実は今日手紙をつって読んだっていうさ、でな そこからちょっと感動の感じになった、感動のなったわけだよ、俺がこうとうとうと読み上げてだね、古舘さんよろしくこう、あそう読み上げても号泣だよ本当、うん、へえ、うん